段階ジュニアナウ。どうも柴野です。はい、林圭司です。続きを。はい、ありがとうございまして、はい、いやー久しぶりやね何でもいいや、毎回やっとるやんか懐かしいな思えて、自分の嫁さんよりやってる気がしてきたわ。そうなん本当に。なんで、ね、なんでグアムなんかでやんねん。じゃどこが正解なのじゃ。言おう、決めよう。君の結婚式もしもね、わかったわかったわかった。じゃあはい、皆さん聞いてください。林圭司がもしも身内で友達とかにね、まあお披露目というか、みんな飲み会でも何でもいいから。どっちのやさん。ちょっと俺これいい嫁さん見つけたんだよと。知らんがんの。そもそも関係あらへんよ俺。何おめでとうって内心思ってねえからな。誰に対して？あ、俺に対して？いや、結婚式とかよく行くが呼ばれて、まあ嬉しいって人も多いかもしれないけど、うわ、沙織さんおめでとうじゃないんです、面倒くせえと思ってる人も多いと思うよ、うん、うわで、まあまあいいや、近場だったら行くわ、うん、俺もまあ名古屋とかだな。近場でどれぐらいですか？だからそれ俺岐阜は OK、 鏡原は行ける、全然 OK やろ。2は2は微妙なこと言う。いやだからそこは言ってんだよ。ここならいけるけど、そもそも「つ」でやるって意味わかんないんだけど、お前、うん、どういう状況で「つ」でやるのそれ、うん、いやいや俺らみね、思い出の血が「つ」なんで、思い出の血って何やねん、二人の思い出が「つ」なんですよ。おい、つに何があんねん。いやならかもしれん、それは。いやいや、でも来てくれますか林さん。いやいや、お世話になった林さん。いやいや、そこでじゃあ旅費交通費持ちますんで来てくださいって言ったらどうなるの。いや持つのだけよ当たり前。いやそれはもつだと行くよ。それはじゃあもしも海外アメリカでも旅費交通費持つわって言ったら、まあ、お前はバカか。あのな、例えばな、靴で靴とか奈良とかでな、この人と初めて出会った場所がね奈良だったのとか、この人とファーストキスした場所が奈良だったの、だから奈良に結婚式挙げることに決めたの、俺ちょっと頭おかしいなと思うね。俺は嫌だ嫌だ嫌だ、そんなもんに何、俺らがの旅費よりもお前らのそのしょうもないエピソードの方が大事なのかと思うわ俺はな。何もやむやむやむマジでマジしょうがない、お前らがどこで出会うか関係あらへんやんて。旅費とか全部出してくれるんだらいいよ。なんで俺が奈良はいいよ、まだそうそうないわこれは奈良が先走っちゃってるから、お前先に奈良って言ったらいかんのよ。いいよ、通だよ俺。名でもいいわ。まあ、それはいいや。例えば、これはな、鹿児島だったら。北海道だったら結構近いぞ。まあ、いや、これは鹿児島とか北海道だったら、また話は変わってくるわけやろ。じゃあ、旅費を出してくれるのかって話になってくるやん。うん、でも、出してくれればどこでも行くんでしょ。出してくれればどこでも行くよ。なんでやねん。え、マジでそういうことやんの。何なんか俺おかしいこと言ってるか。分かんない。それが多分今回のテーマかもしれん。なんか、お祝いするとかって、うん、じゃあ、もちろん、お祝いする気持ちがあるから自分は切ってでも行きたいって思うのか、出してくれるんだったら行くよっていうのか、そもそもお祝いしたい気持ちじゃない？俺らじゃあ行くなよ。だから行かねえよ俺、うん、正直俺は独身だし、まあ今までね、まあそれ今、あ、じゃあ結婚式行ったことないんだ。めっちゃくちゃあるわ。なんでお祝いしたい、ね、でも俺はなんでじゃあ行ったの。もうじゃあ今までちょっと最近ギリ最後に行った結婚式誰、ギリだわ最後の結婚式。それも覚えてねえわ、いろいろすぎて。最後に行った結婚式ってか、いや分からん、それも覚えてないけど、もう結婚式ギリだったらでも行くんだ。今まで行ったけど、もう今は借りないって断る。あ、ちょっともう年が年だからね。え、結構断ってる。若いうちはさ、最近めっちゃ断っとるし。もうねえやろ、46で結婚式やるっておる。いやでも30代の頃ラッシュがあったの、やっぱりグワッと。ああ、なんとなくね、30代。いやめっちゃあったよ、30歳ぐらいかな。いやあったね、俺はそんなに結婚ラッシュね、その二次会のさ、いやもうほんと行くだけじゃないの俺は、まあ、その出し物やったりとか、うん、二次会のさ司会やったりもしたの俺って、いろいろ。ああ、でも今思うと何であんなことじゃなくなったんだろうと思うもん俺。そうお前俺の何年のメリットなんねんって話ってさ、結婚式なんてやらんでいいんだって。まあでもまあまあそれもあってかわかんないけど、今はさもう家族でやって身内でやっておしまいっていうね、いい、あんまこう見せびらかすっていう。いやもう席入れるだけでいいの、ピーちゃんみたいに
いやマジマジマジ、ね、いやそれでいいと思うよ、うん、だってま結婚して別れた人もいっぱいあるもん。結婚式って見せびらかすもんでもないよね。結婚式だって本当に行ったけど、うん、結局別れた人っておるわけじゃん。じゃあのその時の3万返してっていう話いっぱいになってくるやろ。9万は返ってくるな。俺なんかもう返してきたな。俺マジでさ、俺そんな3万とかで短い、短いで発生。そういう保険欲しいよね。別れたら返ってきます保険みたいな。欲しい欲しい。なんかどっかさ、ね、東京に市長火災とかやってほしいよね。いやー、街に欲しいな、これ。また。いや、意外とハマるかもね。5年まではまあ許そうと。あ、そう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 。最低5年過ぎたらもう、これは、まあまあ、まあ、しょうがない、しょうがない。幸せだいと。うん、5年以内に別れたらね。だから 4年と11ヶ月とかでも払ってほしいよね。うん、そうだね。あ、うん、その保険流行るかもね。いや、流行るよ、絶対。うん、いや、そういういいと思うよ、結婚して。ね、なぜないんだろうね、結婚して、離婚したら払います保険。そうするとまたややこしなんで、結婚した本人が。で、やってて、みんな迷惑かけちゃうで、保険掛け金って。掛けとるから、12月まで一緒ねって。まあ、あと3ヶ月になるから。ダメになるから。もうすっごい気まずい感じ。その感じでも仲良くなっちゃって、やっぱりもうちょっと頑張ろうなっつ。プラス思考やな、お前。で、なんかね、最後、その後にバッてで鼻パテてキャッチしたやつが次の結婚できるから。なんだっけ、こうなんか後ろ向きでポイって投げて、ね。バッて、バッてってキャッチしたから、あ、次私かしら、うまーって言ってるやん。過去にさ、あれやってさ、うん、誰も取らずに床に落ちた花束見たことある。床が結婚するんだよ、お前。そもそもなんであんな文化、まあ多分アメリカかなんか来てるのかな、これバーってなんか次はあなたよみたいな感じでやるね。あの風習、ああいうのもやめた方がいいね、なんかね。そうなんだから、まあ、アメリカの受け入れしすぎだよね。でまあどっちにしても花投げられたら俺だったらもう、もう打ち返すね、こうやってこうやってこうやってポンセのポンセのポンセでもいいわね、落ちちゃうのあれ見たら落ちちゃう、こうやってててパシッ、そう、見送りか、見送り、見送り、トレイみたいなね、そう、ボール。いやー今日も段階始めな終わったで、あーもしよかったらチャンネル登録よろしくお願いしますわ、頼むわ、頼むわ。